庭には鶏が庭にはにいました。はい、クォーツの趣味部屋へようこそ。今回も、フィギュア開封やりたいと思います。このね、私のチャンネルなんですけれども、ほぼ98% ぐらいですかね、国内の人ですね。そのうちの 2% ぐらいが、実は海外の人もいるんですね。なのでこいつ最初にこれ何を言うとんねんって多分ね思ってると思うんですよね。多分こうやって笑ってるのもこいつ 何言うとんねんさっさと紹介せえやって多分ね海外の人思ってるんだろうなっていうことで始めます。今回ご紹介するのは、こちらです。じゃじゃーん、はい、海外の人お待たせしました、ナルトです。海外の人はね、ナルト好きらしいですからね。好きらしいというか好きなんでしょうね、グランチスタがなんと出ましたよ。ナルト嘘でしょって思うよね。いやーこれ忍びリレーション、いやーこのナルトがやばいそうなんだよね。こう顔パーツもチェンジできてね、手パーツも螺旋岩を持った手とね変えられんだよね。これすっげえんだよ。これこうね差し替えを右手首と顔パーツ付属っていうね、いやこれやばいだろこのフィギュアということでね、いやもういても立ってもいられずね、例のごとく、購入してきましたよ。取ってきたんじゃないよ、購入してきたんだよ。はい、ということでね、実際ね、箱から出してね、中身がどういう状態かっていうのを、見ていきましょう。はい、ということでね、箱から出してみました。こんな感じですね。はい、まず普通に胴体がこう単品で入ってますね。やっぱ大きいからでしょうね。はい、で顔パーツはここ顔パーツがね、こういう状態で、2つ付属してますね。はい、まあ差し替えられるようにね。で、手パーツが、2種類に、こう台座が螺旋岩と同じ色だっすね。色ですね。はい、結構パーツこうやるとねやっぱねパーツ数が多いですね。はい、じゃあね、早速組み立てましょう。はい、はい、組み立て終わりました。ではね、見ていきましょう。はい、こちら。いやこれはね爆絶っす。これすっげえ、これ本当にやっべえぐらいこれなんですけど、やっべえぐらいすげえ。いやこれ大きいし、なんだろう、スタイリッシュなナルトですね。もうスマイル系にしまくりだもんね、これ。いや、もう顔もすげえいい表情だしね、もうかっこいいよね。もうこの細部の作り込みとかもすっごいしね。いや、これすっごいな。これ小物とかもね、配置もすっごいよくできてるし。いやこれはほんとグランジストシリーズは何なんだろうね。もう市販品だよね。もう普通にもう5,000円、5,000円、6,000円出して買うぐらいのレベルになってきてるよね。いやーすっげえ。でこれね、手をこう螺旋岩
パーツもあるんでね、はい、こうやって差し替えるだけでもうこれだけでもこれもんすよ。かっこいい。なんじゃこれ。いやこれはやっべえよ。いやあれこっちか。いやこれどうしたよ。本気出してきたね。なんかさ、いや最近のプライス景品、やればできるじゃんっていうぐらいになってきたわこれ。いやすっげえ。いやーこれじゃとりあえずね、こう顔パーツもう一種類、これ普通にねほんとねパコンってこれ外れちゃうんですよ。これポンってね、ちょっと怖いけど、こうでこれをね普通にこうパコンってこうはめるだけで、でこう不敵な笑みのね、スマイル検知が上がったな。不敵な笑みのナルト。いやーこれもかっこいいね。いやーやってるってばよ。これはすげえ。いやこれはやばいね。いやこれはすごい。いやクリアパーツとかねもう使ってるからもうすごいよね。いやすごい。はい、ということでね、ご紹介させていただきました。いやーほんとねこのグランジスタシリーズはほんとどういうことかな。いや市販品と競争してるのかな。めちゃくちゃいいよね。いやーこれほんとね作品をねどんどんドラゴンボールとかナルトとかね、あとねワンピースも出るんですよね。ルフィが出るんですよ、はい、今度グランジスタで。それもすっごい出来が良さそうなんでね、それもぜひゲットしたいと思いますね。いやだからこのグランジスタシリーズがねもっと色々な作品として出していってくれたら本当嬉しいね。もうこれでなんかセイントセイヤとか出したらすげえ絶対食っちゃうな俺。うん、もうねほんとねこのシリーズはほんと買って絶対損はないね。うん、いやー今まで MSP がね最高峰だと思ってたけどプライズ品でそれ全然上回りますよこれ。はい、いやーこれは素晴らしい。うん、バンプレストの本気を見たって感じだね。こんな差し替えパーツある時点でもう市販品だからね。もうレベルが一緒。うん、ということでね、まあ今回はね、グランジスタから、ナルト疾風伝、主人公のナルトを、開封させていただきました。いやーこれは本当ぜひ皆さんも手に取ってねその凄さを味わってほしいと思います。海外の人もねこれを見てねナルト買ってくださいということで、今回はね、以上で終わらせていただきたいと思います。ぜひね、チャンネル見てね、いいなと思ったら登録していただいてね、次回のね、フィギュア開封も、ご覧いただけたら嬉しいですね。いいねボタンもね忘れずにお願いします。ということで、今回はこの辺で終わるってばよ。ご視聴どうもありがとうございました。